Hey guys, my name is Dante. 今日なんと、最近いろんなカルピスが出てますよね。まあ、オレンジ味とかいろんな種類の味が出てたんですけども、味以外にもちょっとね、へんてこなもんが結構出てきてますね。そういうのは話題作りなのか、それとも本気でやってんのか、ちょっと疑うようなもんもあったりするんですけども、今日はどうなんでしょう。てぃーん、ソイカルピス、ソイクリームカルピス。なんかこれ見た感じ、パッケージはなんかコンポタージュみたいな感じでちょっとまずそうっすよね。飲んでみましょう。カロリーは48カロリーで、ソイクリーム、大豆ですからね、大豆。よいしょ。じゃあまず匂いから。あ、特別変な匂いではありませんね。牛乳みたいな色です。風が強い。なんでだ。あれ、なんだこれ。なんかね、全く違いがない。普通のカルピスにちょっとだけなんかね、豆が入っちまったって感じで、全然違いが伝わらない。あー、でもなんかね、ちょっとね、クリーム的な感じがするんですけども、はっきり言えばね、まあ普通のカルピスの方がいいんですよ。こんなね、余計なことしなくても良かったんですけど、値段は100円ちょっとだからな。なあ、ちょっとおじさんにはね、重たいかもね、これちょっと重たい。エネルギーが48コロリーで重たい。30ぐらいに抑えてほしかったですね。多分もう二度と買わないと思うんで、ダンテスポイントは22点。僕はね、その別にこのカルピスをねバカにしてるわけじゃなくて、僕はカルピスが大好きなんですよ。だからそのカルピスをさ侮辱してるんですよ、これは。だからダメっすね、22点。普通にカルピス1本で勝負すればいいんですよ、男だったらね。カルピス本当に好きなやつは多分僕と同じ意見だと思います。考え直してください。 PDS 株式会社。